小笠原、大丈夫か？はい。お見苦しいところをお見せして、すみませんでした。あのキャンサー、お前の村の仇なのか？私の大切なもの、奪っていきました。そうでしたか。逃がしちまったなぁ。お前、あいつを倒したかったでギスか？そうですね。ですが、深追いしては皆さんにも迷惑がかかります。もし再び任務であの地へ行くことがあれば。その時は、僕たちが全力で手を貸すぞ。ああ、力になろう。遠慮なくお申し付けください。そんかしこーらなぁ。何するでギース？まだ何も言ってないでギース！ヘルメットをグリグリするなでギース！気づかず失礼しました。乱れている。え？お前の剣からよどみを感じる。何をおっしゃるのやら。天才剣士である私が悩みがあるのか？そんなものありませんよ。本当か？押しかけとはいえ、曲がりなりにも私の死を名乗ったんだ。憂いを分けてもいい。お弟子さん。少なくとも、私はお前に救われた。いつか、あの時の恩は返す。弟子に、師匠ですか。私のような人間が誰かを導く資格なんてあるのでしょうか。